ウェイス、どうもケンジです。今日もね、ポケモン剣盾ランクバトル動画やっていきたいというふうに思います。で、本日はね、こちらにおわします、ヒヒダルマ&カバルドン。こちらをね、紹介していこうというふうに思っているんですけれども、ヒヒダルマはね、真のドラゴン狩りです。最近ね、サザンドラとかドラパルとスカーフ巻いてること多いと思うんですけど、でね、大文字で焼かれちゃうというシーン多いと思うんですけど、このヒヒダルマはね、そんなドラゴンに対しても、大文字を確実に一発さえて、後ろから面落としをぶっ放して、飛ばしていくと。そういうね、ダルマになってるんで、まあ、ぜひ使っていきましょうというところですね。まあ、多分先発はドラゴンのどっちかで来ると思うんで、まあ、ヒヒダルマ先発かな。でね、このカバもね、今回連れていくんですけど、こいつはね、サザンガルド、今流行りのサザンドラプラスギリガルド、こいつらをまとめて勝れるポケモンになってるんで、まあ、絶対連れていくというところで。で、ラストはカビゴンかな。あってのミロとカビが重くなっちゃうんで、まあ、カビでいこっかな。ロトムでもいいけど、ちょっとミロ、にはいけるけど、カビゴンきつくなるんで、カビゴンでいきましょうか。うん。これで、サニーゴレなきゃドリューズちょっときついけど、よし、これでいきましょう。よろしくお願いします。まぁ、ちょっと、多分カバへの負担が重くなるけど、無理やりカバで倒していこう、ドリューズは。はい、ケイロンさん、対戦よろしくお願いします。さあ、初手は誰だい？オッケー、サザンドラ来た！もうね、皆さん見ててください。初手のサザンドラなんて 882% スカーフなんで、もう大文字飛ばしてくるんですよ。ここはヒヒダルマのつらら落としを即押し2コマと。もうね、絶対だから見ててよ。もう 888% 大文字打ってくるんで。ほら来るじゃん、大文字。ちょっと見ててよ、これ。これをね、バッチリ耐えるんですよ。もうね、相手ね、顔面蒼白よ。下回したつららをバッチリ当てて、これをね、角一サンドラを落としていくと、オッケー、完璧。もうこれがしたかった、今日。もうこれができたんで、これで終わりです。勝ちました。ご視聴どうもありがとうございました。さあね、もうね、もう勝ちでしょ、これ。ここのサザンダ落としたのはマジででかいよ。でね、ヒダルマはね、HP ミリでもスカーフなんで全然仕事できるから、ワンチャン次の相手も倒していける。パビゴン！パビゴンか、じゃあ一発いられんな。どうしよっかな、ここ。ちょっちめんどくさいけど、ここね、腹太鼓詰まれんのが、引いたら、ここ引いて、ポンポカ、ポカポンタスされたら負けなんだよ、ポカポンタスされたら。なんで、ちょっと引きはね、難しい。後ろには引けない。なんで、ヒヒダルマで突っ張り大相撲するんですけど、ここは。どうしよっかな、大ナックルでいいんじゃないかな。ここ交換は絶対ないし、難しいな。引き先は絶対いけないもんね。ここはね、ダイナックル行くわ。腹太鼓を詰ませないことが大事。よし、OK、ダイマックス。詰まれると終わりなんで。多分ね、まあね、のしかかりかなんかで落としてくると思うんですけど、まあ、その前に、ね、一発ダイナックル入れちゃえば、次のカバのリベンジで落とせるんで。よしよし。ダイマックス。ヒヒダルミング。OK。HP の増加が悲しいな。このダイマックス正解だよ、多分。ダイナックル。いいダイマックス。ケンジのダイマックスはいいダイマックスなんで。おお、めっちゃ入れんな。相手 B 振ってないな、これ。あ、急所か。まあ、ここでお盆発動しても、あれね。体ができないと。あ、呪い型か。オッケーオッケー、呪いはマジでオッケー。のしかかりをね、打たずに呪い積んだのは、ちょっと欲張りましたね。欲張りすですね。これはね、ダイマックスも強いんですね。鈍足相手にはヒヒダルマ。強いでしょう。ここはね、まあ、ダイナックルでいいかな。ちょっと怖いんで。大アイスで落とせないと、熱い脂肪だったらまずいんでね。大ナックル、よいしょっと。ニュードーンと。オッケー。もうさ、一発ね、サザンドラのダイモンに耐えるだけでこんな動きできるのよ、ヒヒダルマ。耐久調整特防ヒヒダルマ。かなり強いでしょう。まあ、後ろが誰であろうともう勝ちでしょう、おそらく。ダイマックス切られても、ミロがちょっと厳しいか。ドリューズオッケーオッケー、ドリューズはオッケー。ドリューズはオッケー。もう、幅で落とせるんで、まあ、ヒヒダルマここはサイコップ打ちましょう。で、相手はスカーフじゃない場合は先手取れるんで、大バーン、でも弱歩の可能性あるか。弱歩の可能性あるよな。大バーン生きていいけど、大アイスでいっかな、多分。絶対にカバで取れるしね。まあでもあれか、大ナックルで2段階積んでるし、ここで大マックされたとしても、多分大バーンで落とせたよな。ここ大バーン選択が正解だったかな。まあいいでしょう。カバで絶対落とせるんで。よし。頼むぜ。まあ、さ、ここさ、天枚ケアでさ、大アイスも正解でしょ。つら、あれで落とせるんで。タスキだった場合、大アイスのあられで落とせたんで。この大アイス、大アイスはね、悪くない選択肢だと思う。よいしょ。
ああ、まあまあいいダメージ入れるね。これであれば開始の地震で落としていけると思う。うちのカバルのアタッカーなんで A 振ってるんで。ダイロック、まあこれで落とされていくと、まあ致し方なし、潰されていく。いやー、これ大バーンでイージーウィンだったね。おそらくイージーなウィンでしたね。ウヒダルマ倒れていく。まあラス1カバなんで絶対勝てると思う。このカバもね、ちょっと紹介したいんですけどね、自信ちょっと技構成見えちゃったな。ちょっとね、今回紹介できなかったんですけど、サザンガルドを狩れるカバラドン、次回ね紹介したいと思います。こいつかなり俺の自信作、超オリジナル耐久調整バチバチカバルドン。このダイヤースは余裕で耐えます。オッケー、さすがカバラドン。ここ大スチールが相手正解だったんじゃないか。まあ、自信よいしょっと、オッケー、落としていく。とりあえず撃破。よーし、このようにね、ヒヒダルマが今回かなり活躍したんですけど、スカークサザンドラをね、こうやってヒヒダルマで処理していくことで、こんなにも世界は広がるんです。どうも対戦ありがとうございました、ケイロンさん。はい、マッチングしました。カトモニーさん、対戦よろしくお願いします。お相手がドラパラとミミッキュクサロトム、立ちふさぐま森蔵、そしてカエルと。多分ね、立ちふさくるよ先発で、立ちふさの先発率異常だから。ただまあミミッキュドラパも警戒してカバで、いやミミッキュでいっか、多分。まあミミッキュならドラパミミッキュも警戒できるしね。で、クサロとカエルが多分特殊なんで、この2人にはカビ当てていこうかな。で、ラスト重いのが今ケアしてんの誰だ、森蔵か。森蔵とあとドラパが若干重い感じかな。この2人に対抗できるのはサニーゴはちょっときついか。ドラパだとサニーゴ若干きついんで、まあ入れとけばなんやかんやできるヒヒダルマが安牌かな。ヒヒダルマでいきましょうか。よし、よろしくお願いします。はい、カトモニーさん、対戦よろしくです。さあ初手は誰だい。ドラパルト、あーまあ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 読みは外れたけど立ちふさだと思ってたんで、まあこれはミミッキュなんで僕ダチカチの部類でしょう、おそらく。鬼火方が若干めんどくさいけど、まあ後ろの引き先はそこまでいないないて、まあここは攻めてっていいんじゃないかな。ジャレスクでいきましょうか。ボガエリ、ボガエリか。化けの皮剥がされていくね。ただ相手引き先そんなにいたっけ。ミミッキュに引いてくるか、森蔵ガマゲロゲって感じか。ミミッキュかな、なんかそんな予感がするね。ここでまたミミッキュバトルが始まるのかい。あ、立ちふさぐま、おい立ちふさぐま、そんなクマで大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。ジャレスクで問題大ありでしたね。まあまあまあ、これはね影打ち圏内なんで OK でしょう。やけど、まあ後ろにノーマルもいなかったんで影打ちでいいでしょう。影打ちで落としていく。まあまあまあ、当然ね、僕も知ってましたけど、まあこういうこともあるよって、初心者によくあるミスなんでね。最初下がまあノーマルタイプ持ってると。そしてミミッキーやべえな、やけど入れられた。まあね、ノーマルタイプ立ち下がま持ってるんで、まあ皆さんは気をつけようという教訓です。反面教師にしてください。これは教えた、身をもって教えた。そんな教えをね、どうか大事にしてほしい。ドラパルト、おいおめえ、鬼火になった途端、やけどになった途端強気に出てきてんな。まあここは影打ちで退場かな。ミミキサンキュー、ごめんな、変なことして。チューサグマにいいようにやられて、まあこんなダメージ、まあ助け削ったんで、これはいい仕事したぜ。でシャドボなんで特殊型と、まあカビゴンでもいけるか。急所、まあ無駄急所ですね。どうしようかな。ただシャドボだからメガネ型だよな。メガネなんでヒヒダレマ上からつららで落とせるんじゃないか。ヒヒダー、ちょっと今回ヒヒダーピックアップ回なんで、カビでいいんだけど、ヒヒダーでさ、ドラゴン狩るとこ見せてーよ。行きましょう、ヒヒダー。行ってこい、ヒヒダー。つらら当てろよ、マジで。外すなよ。頼むぜ、ゴリラ。まあ、後ろ引き先もいないんで、つらら投資で行きましょう。おい、スカーフか、貴様。まあただ耐久調整してるんで、シャドボはスカーフであればそう2発耐えるんです。スララ当てお前大事なとこで外すね。これ2発耐えるよな。ダメ的には耐える、怖えけど。
怖えけどさ、もう俺行くよこれ。落とせるもんだって。つらら落とせるもん。行くしかねえよ。耐えろ耐えろゴリラ、耐えろ耐えろ耐えろ。オッケー、さすがさすがね、特防に耐久調整して引き出れば、つらら落としでスカーフ、ドラパルトのシャドウボン2発耐えて、つららで落としていくと。ドラパ撃破、オッケー。これはね、なかなかできないゲートよ、ただの AS ブッパには。さあラス1はガマゲローゲ、オッケーオッケー。であればカビゴン取っといた回がマジであったね。カビゴン取っといた回がマジであった。まあここは左のお役御免のつらら落としでいきましょうかね。ここで相手がダイマックしてくる。まあ大ストリーム当てて、後ろのね後続も雨降り状態のダイストリームでもうぶっ放していこうっていう算段でしょうけど、こちらは特防特化カビゴン、しかもダイマックス残しを残してるんで、まあこのガマゲローゲは取れるでしょう。ここでツララ当てたら相当楽になるんで、頼むよゴリラちゃん。ツララ落としをまあ外していくと。まあねここまではね想定の範囲内ですよ。ツララ落とし外す方がむしろ安心する。むしろいつも通りのヒヒダルマだなってリラックスできますね。ここのツララ外しは多分ヒヒダルマなりの優しさだろうな。緊張ほぐしてくれた、ありがとうなヒヒダルマ。じゃあカビゴンで勝てるでしょう。よいしょっと、カビゴンを出していく。まあここはねダイマックスダイアースで特防を上げながらガマゲロゲ殴っていけばまあ勝てるでしょう。よし追いダイマックス、これはもう多分ねさすがに負けない。こいつが物理型だったら分かんねえけど、ここで物理型だったらもう切れるよ、どうなっても知らんぞ。よしカビゴンダイマックス、さあ頼むよ。特殊型だよな、さすがに特殊型だよね。大ストリーム、さあ運命の大ストリームです。運命の大ストリームまで3219、 OK、 特防と特攻ですね。ダイアース、これでダイアース連打してるだけで勝てる簡単なゲーム、それがポケットモンスター剣盾中ゲームになりましたね。よし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 、ここはもうダイアース連打でいいでしょう。多分ダイストリームが一番の火力だよね。ダイアシッドで吸い上げてくるかもしんねえけど、ダイストリームでまあ突っ張ってくるあれでしょうね。急所当てればワンチャン勝てるぐらいの考えでしょうか。まあ、ただただ甘いと。こちらのダイアースで押すだけで勝てるゲームです。よいしょ、 OK、 半分まで削った。いやさっきつらら当ててたら相当で楽だったぞ。次のダイアースで落とせたぞ。よし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 、まあここはダイアース連打でさすがに勝つでしょう。大地の力、なんだっけこれ、特防下げるっていうかおい下げてきたな早速。まあまあまあいいでしょう。これでマジでこの特防下げプラス吸収で落ちるとかいうことはあってはならんぞ、あってはならんぞ。お前めっちゃ耐えられるし、これつらら当ててたらマジで勝ちだったじゃないかよ。くっそー、これマジでやめてくれよ。急所ハイポン雨で死ぬとかいう悲劇。まあでも特防2段階上がってるしね、さすがにいけるはず。ハイドロポンプ、まあ当てられる、多分急所に当たっても勝てる。これ急所だよな、お前急所隠せちゃんと、カビゴン大事なところ隠しなさい、はしたない。よし倒していく。よーし勝ちましたね、かともにさん大変ありがとうございました。というところでね、まあ、今回かなりねヒヒダレマが役に立ったんじゃないかな。相手のねドラッパのシャドボを2発耐えて、ツララを1発を外してもねちゃんと処理して後続につなぐという動きができたんじゃないかなというふうに思います。ということで皆さんもね特防に振ったヒヒダレマ使ってみていかがでしょうか。調整なんかもね下の概要欄に書いとくんで真似してみてください。ということでここまでどうもご視聴ありがとうございました。次回見てくれたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。